まもなく右方向です。目的地に近づきました。はい、着きました。着きました。近かったです。こんにちは、アドレスで予約した席と言いますけど、はい、ありがとうございます。ご用意できているので、あ、はい、ありがとうございます。ご案内させていただきます。ウイルスの関係で、はい、ご協力いただいてます。該当のところにチェック入れていただいて、はいはい、右手一番奥の部屋になっております。大浴場1階になりまして、はい、廊下突き当たり右手一番奥になります。夕方4時から夜中通してご利用いただけて、翌朝10時までのご利用なので。わかりました、はい、でその温泉なので、はい、ご一泊150円の入湯税が現地で発生してしまいます、はい、チェックアウトの際に5泊分精算させていただきますので、はい、玄関施錠が23時夜の11時ですね、はい、に施錠になってしまうので、はい、そちらまでにお戻りいただくように。あ、そうなんですね、うん、じゃあ夜中のコンビニとかも行けないってことですか。車なるべくご遠慮いただいて。結構夜型なんですよ。あ、そうなんです深夜こうなんか作業したりするので23時ですね。わ、はい、かりました、はい、万が一外出されるご予定とかになってしまった場合は、はい、23時前に一度ご相談いただければ。清掃の方は入る予定はないんですけど、有料にはなってしまうんですけど、清掃の方が。はい、ありがとうございます。ランドリーもあるんだ。すげえ。すごい。ああ、すごい景色だ。おー、すごい。普通にホテルですね。よいしょ。わー、東京から来るとこの空気の違いがすぐ分かりますね。めちゃくちゃなんか住んでて蒸し湯だ。はい、洗面所です。お、トイレ、そしてお風呂。アドレスを使ってホテルで暮らす、めちゃめちゃいいですね。
レンタカーがなくなってしまうというのはちょっと残念ですけど、おそらく最後に使わせていただいたんで5日間ですけど、水上を満喫したいと思います。床暖房が雪が降ってます。いい湯でした。